ないツイキャス見れないのツイキャスやすいやツイキャス動いてるよ動いてる画面出してモニターどんなツイキャスの画面ツイキャスのモニターいやす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 いーすいやすい 平成二十八年八月十二日金曜日放送第四十四回。こんばんは、DJ ・マシャです。皆様、いかがお過ごしでしょうか？今週も DJ ・マシャワールド、元気に始めていきたいと思います。今日はね、久しぶりに、えー、とミキサーにね、ヒノキが帰ってきてますね。<laughs> はい、またね。新規一点が終わりたいと思いますが、えー、と今週ですけど、台風がまだ来ませんね。そこかい、みたいな。<laughs> これはこれで心配なんですよね、来たら来たら大変なんですけど、あと、あれですよね、オリンピックですよね、あのー、ちょっとね、最初の辺全然見てなくて、でちょっと見たらちょっと見たで、なんか、あのー、結構メダルを取るとか、なんか中国に勝ったとか、<laughs> なかなかこう勝てない相手に勝ったっていう、そういうのにこうたまたま出くわしてですね。うん ちょっと感動してますね、はい、自分ももっと頑張らなきゃなと思いましたあとは、えー、っと高校野球ですね嘉手納のこの逆転劇なんですけど前橋クエですね強かったですねあのー、まあね嘉手エラーもあってあれだったんですけど、まあ、エラーって言ってもなんか目の取ろうとしたら目の前でボール跳ねてみたいなこれは取れるんだろうっていうのもあったりとかねまあ ボンビスもあったりもしたんですけど、でも打撃もとてもよくてですね、うん、なかなかでもいい,いいチームだったと思いますね、うんはい。そんな感じでね、今週も DJ マッシャワールドよろしくお願いします。それでは、えー、今日もですね、コーナーの紹介していきたいと思います。それでは本日のメール、オーライメールセンターは、孤独 ですなんかないですかね、孤独になった話ね、ちょっと先週は凍りつく事件が <laughs> ありましたけど、皆さんね、孤独で寂しい思いしたとかね、なんかこう、お化け屋敷の話でもいいし、何かあれば、えー、メールください。ね、一応メール、なんかたくさん来てましたね、ありがとうございます。はい、続きまして、いつまでやるかわからない、えー、期間限定お試しコーナー、今回はこれだ。オーライ、人生相談。 えー、今週は、ねえー、リスナーさんから、ねあのー、お呼びがかかりましたね、あの方ですね、マシャ・ディですね、えー、マシャ・ディレクターでマシャ・ディですね、えー、マシャ D に、ね・デ、あ、ィ、のー、こに人生相談ということで、ね、やっていただきたいと思います。でね、メールか、ね、電話での相談になりますけどね、ね電話なのかとなかなかいないですね。<laughs> 電話もかけますよ、こっちからね、今日できるかな今かか、あればやりますけどね、もうちょっと早く募集しましょうね。はい でですね、えー、っとちょっと今日ね、朝ね、リューティーさんの番組にクレネブームが入りましてですね、ば、えー、クくるなっていうね、匿 <laughs> 名でばクくるなメールが <laughs> 来てたので、えーっとね、どんどんオリジナリティを出していきたいと思います。そしてね、誕生日のコーナーなんですけど、えー、決まりました、これいきますオーライ、カモンベイベイ誕生日 でねやってることは中身ほとんど一緒なんですけど名前,名前書いただけかみたいなねはい誕生日の方がいたらメールがツイキャスで教えてくださいまだこのメールは形が決まってませんのでねまあ同じ感じでちょっとしばらくいくと思うんですがはい続きまして本日のゲストなんと FM 小ザよりギボ森光子と DJ 森さんでございますはいお楽しみにくださいませそれでは今週もツイキャスメールでご参加お願いしますねはーい あの DJ マシャルとね、応援番組ですので、みんなさんも応援してください。じゃあ、それでは今日は、ひ、え、ろ、ー、キックス、ひろきひろきひろきセレクトいきますね。え、紫の、えー、ダブルダリーリウーマンで当たってる当たってるって、らしいです。いきます。おらい

1> 1分ぐらいかなえー今,今夜のメールセンター孤独ってど,どんだけっすかいやー先週は大変だったぞ地獄の放送だったぞ先週は <laughs> 先週の放送恐ろしくて見れない <laughs> 怖かったなどこまで行った、はい、あシグナさんいつもありがとうねはいどうもシグナさんありがとうコインでいつもありがとうねはい、はい、AKB ファンさんもありがとう オーライのネタ今度から使わせてもらいますね。ましさん、こんばんは、ま。チーズ来てますね。ありがとうございます。僕はチーズを使わせてもらいます。はい。えこ、声が聞こえん、ね、聞,聞こえるよね。サファリスト J さん、俺様今日よ、Bluetooth のバッテリー上がってるから、おとなしで画像だけ見てる。なんか面白い動きして、ど <laughs> うすればいいんだこれ。コマネチとか、コマネチとか、どうですかねわかりますかねはい。あと、アロスケさん、ありがとうございます。さあ、メール、メールの準備し、しメールの準備。 さあさあさあ、今日はメールが来てるかな。さあ、スイキャス。今日もどうなりますかね。今日はね、ゲストさん来てますね。先週は地獄の放送、ははは、と笑ったしすね。本当ユうゆうさん、大変だったよね、先週ね。怖かったわもう。ほんま。大変や、ディスカさん。 テレフォン人生相談封じして番号知ってるやつに電話して無理やり人生相談するああ面白いね面白いけど撮るかなこれ <laughs> ただのメイクだなんかな面白そうだねいつかやってるみたいなさあいきましょうはい紫のなんとかっていう曲でしたはいかっこいいですね僕あの曲は知ってますよはい <laughs> 今日はね 景應君にも選挙を動かしましたけどはいやっぱりいいですね紫さあ今日は誰か来ているかなだららららさあそれではメールのコーナーいきたいと思いますオーライメールセンターということでねはい一発目誰かな マーシャさん、リスナーのみさん、こんばんは。金沢の旅人どんちゃんです。もし呼んでもらえたら、初メールになります。あら、そうですか。<laughs> マーシャさん、昨日の番外編 DJ マシャ <laughs> ワールドツイキャス放送ありがとうございました。<laughs> 昨日ね、ちょっと海からね、勝手に放送したよ、自分のアカウント使ってね。<laughs> 実は <laughs>。見てたんだね。はい、見てそうなんだよね。 ツイキャスにもコメントしましたが昨日は朝からあの時間まで誰とも話をしていなかったのでコメントに答えてくれるマシャさんが初めて話してくれた方でしたあらそうなのえ休みだったの仕事かなさて本日のデータ孤独ですがもう30年の話になりますが、えー、会社の独身業に住んでた頃朝夕の食事のは寮の管理人さんが作ってくれるものをほぼ毎日ように食べていましたそして社会人になってから迎える初めてのクリスマスイブのこと いつものように独身寮で朝食を食べて部屋に戻ろうとしたとき管理人さんから声をかけられました。ドンじゃん今日はクリスマスイブですが、夕食は寮で食べるんですかと、慌てて食事の必、えー、食表を見ると、今夜、寮で夕食を食べるのは自分だけでした。その時に孤独感を感じましたね。え、自分だけ、みんな彼女いるのそんなことないはずだけど、笑い。 このとき、来年のクリスマスイブは、堂々と、えー、結食できるよう彼女を作ろうと思ったのは言うまでもありません。その翌年、脈があるかもしれないと思っていた子に告白して断られてしまい、 クリスマスイブは2年連続で一人で過ごすことになったので夕食、寮で夕食を食べる予定にしていた後輩に、クリスマスイブの、えー、夕食は欠食にしておいた方がいいぞとアドバイスしつつ、私が後輩を誘って、夕食を食べに行ったという悲しい思い出です。ってことでね、えー、昔は寂しがり屋だったかもしれません。その後、23歳の時に結婚し、35歳の時に自宅を金沢に構えたので、えー、単身赴任生活が始まりました。 今年で14年目になります。さすがに14年も一人でいると、昨日、マシャさんも言ってましたから、慣れますよね。逆に一人でいるときの方が楽なときもあっていいな、なんて思うことがあります。マシャさん、今年は彼女を作ってくださいね。もうすでにいるかもしれませんが、<laughs> なんて書いてあるのできれば、マシャさん、キッシーさん、シリオさんの合同結婚式披露宴が近い、えー、将来、えー、実現できたらいいなと思ってますもちろん司会リューティーで、それではまたということでね。ありがとうございますね。わあ3分近くかかったね。すごいですね。 あのそうか、ドンちゃんさん、14年単身赴任ですか、うち作ったらもう引っ越しできんからね、あーでもなんか家族とのね、このなんかあるつながりが、ちょっとこれがね、ちょっとなんか寂しいですよね、そうか、なるほどね、じゃあね、あ DJ マシャワールド、あの特別放送、たまたまやるんちょいちょいやるんでねあの、よかったら見てください、はい、僕が結婚する日,日が来れば、えー、司会リューティーでね、えー、やってみたいいと思います、はい、歌もいっぱい歌わせますよね。 はいじゃあそれではありがとうございます次は誰かな孤独滑り王子マスクマンとのコラボスペシャル実現に期待をしているまちゃこさんオツラジオネーム名古屋の都会派ダンサーズです今夜のテーマ「孤独」ですが営業職をしているダンサーズは日々孤独との戦いなんですいざ外へ出かけるのも1人商談も1人車で移動中も1人孤独には慣れていますが1人が多いですね その移動中の時間にラジオを聞いたりしてますよ。意外と寂しくないのです。これが営業の5みたいですかね。えー、まちゃこさんは、孤独との戦いに勝てるタイプですかと来てますね。なるほどね。やっぱりね、人間ってね、なんかね、こう仕事で一人でやってるときは、なんかこう、趣味は人があの多く集まるところとかね。で、あの、人がこう、なんかこう、 多く集まる仕事してると、なんか休み日にひどくなったりとかね。僕はね、実は人が苦手なんですね。<laughs> 本当に <laughs>。ちょっと恥ずかしがり屋なのかな。ちょっとあんまりね、器用なタイプじゃないんでね。はい、そうなんですよ。 ちょっと恥ずかしがり屋かもしれません。でもなんかね、一人は寂しいんですよね。人が苦手なんですけど、人が好きなんですよ。分かります <laughs> 分からないかな。<laughs> そうなんですよ。不器用なんだけど、誰かいたらなんか落ち着くみたいなね。はいもう空気読めてるのか、空気読めてないのかね、よく分からないタイプなんですね。僕、自分でも思いますけど。うん、はいそっかそっか、孤独は苦手です。はいあでも、頑張ってますね、ダンサーズさんね。頑張ってます。うん やっぱりなんか一人でこう戦ってる男ってかっこいいですよね。応援番組なので、ね、DJ マシャワルと全面的に応援したいと思います。はいまたメールください。さあ次行きましょうかね。これはモーリーさん来ただけえもか。えー、とこれもあとでもか。次はこれもあとでもか。えー、次いくよ、これ。マシャさん、ひふみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。えー、愛媛のムーです。いつも楽しみに拝見させていただいてます。 孤独ですが私は高校を卒業と同時に故郷山口県は下関市から、えー、愛知県、えー、西城市かなに就職で住み早14年目かな今はそんな孤独を感じませんが就職当時約3年前3年までは、えー、連休で山口に帰り友達と遊びワイワイガヤガヤしてましたそして休みも終わり 愛媛に戻った日の夜の寂しいことを、えー、昨日までわいわいがやがし,としちょったのにワンルームマンションに一人孤独って感じだその時は何んで地元離れちゃったんだろうと少し思ったりもしましたが今となっては愛媛に来て結婚し沖縄に行ってリューティーに出会いそしてファミリーの方々と会えてよかったなと思ってますまさに偶然の、えー、必然です早く沖縄にまた行きたくてうずうずしているムーでした 暑いですが、皆さん体調に気をつけて仕事にいい遊び励みましょう。それではまったやーということですね。そうか、そうか、なるほどね。就職で、やっぱ仕事とかね、やっぱ卒業とか、なんかちょっと天気ですよね。うーん、そうかー、でも地元離れててつらいっすよね。僕は生まれてすぐ大阪行ったんですけどね、大阪からまた戻ってきて、まあ今、沖縄にいるんですけど。 やっぱりね、なんか最初ね、まあ僕の故郷がもう大阪みたいになってたんで、なんか最初沖縄来た時、いろいろつらかったですね。言葉の違いとかうん、知ってる人が誰もいないとかね。まああの、いろいろあったんですけど、まあ今ここでこうなってる感じからすると、まあ僕もここに来るのは、まあ偶然の、まあ、必然ということでね、まあ結果的には良かったんですけど、 うんそんな感じでね、僕もこうやって、あのー、メールくださるリスナーさんにこうやってね、お会いすることができたんで、まあ今はかったなと思っております。はい、ありがとうね。またメールください。ムラムラムラ。ムラムラ<笑><笑>はい、そんな感じで次いきますよ。マーシャさん、リューティーファミリーの皆さん、お元気ですか倉敷ののんぺです。今日のテーマ、孤独。 ごく最近では、リューティースーパーライブが終わって、1人倉敷に帰るとき、那覇空港で1人になったときに、えー、すごく孤独感を感じました。夢の世界から現実にあった、えー。傍若、えっ、ー、とね、なんだこれ、傍若辞読めない <laughs> あ。もうとにかく、あのあの、の。 こう寂しい思い出になっちゃったわけですね。楽しかった分、反動の虚しさが襲ってきました。皆さんはどうでしたかまャ、あ、さん、暑いけど頑張ってくださいね。熱中症について頑張ってくださいね。またメールします。バイビーってことでね。倉敷ののんぺさん、ありがとうございます。あのー、これなんですよね。なんか、燃え尽き症候群みたいな感じですよね。いやー、僕もね、あの後ね、なんかね、寂しかったですね。なんか、なんだろうな。うーん。もっと とねあのこのリューティースーパーライブをねもっともっとこう深く楽しめる方法があったのではないかと思うんですよねであのちょっとまあ僕の案もあるんですけどちょっと今度のスーパーライブでもしおフいがあるんだったらなんかこうホテルの立宿パーティーにしてもっと自由に歩けるようにしてあのまたもっと多くのね方とお話できればと思いますねあの時あんまりお話できなくてねあとでちょっと まあ、メールの、ね、これやり取りとかで逆に仲良くなってあ,あの時もっと話しとけばよかったなというね、えー、感じで、えー、思いますねうん。ありがとうございます。なんかね、本当あの難しいですよね。なんかその今この時こうどうするかっていうのはねなかなか、あのー、思いつかないというかねうんなかなか。 うんまあ、でもね、あのまた皆さんが、ね、集まった時はね、もっともっとこう仲良く、あのー、楽しくねできればいいなと思います。<noise> じゃあ、いめるんめかはい、じゃあそれでは一旦 CM いきます。次はゲストです。

何か大変おもいついつくおいつくもいつくもいも DJ マシャワールド <laughs> FM 技能により生放送でお届けしておりますさあそれではこの前予防として来れなかったゲストさんやっと来てくれましたはあ夏の風は怖いねさあそれではテーマ曲何かお願いします さあ、それでは、えー、自己紹介お願いします。はい、えー、沖縄市からやってきました DJ 森です。ありがとうございます。DJ マシャワルトへようこそー。<laughs> ピュイピュイ。すみません、これ僕のテーマソングなんですかこれ？なんかちょっと彼のイメージじゃないですかね。しょうさんの曲が僕のテーマソングなんですね。<laughs> あもうじゃあこれから使っていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、いいですね。いやいやいや、来てますね。ツイキャスも。ツ、ね、イキャスも来ましたよ。はいはい。アップルモンさん来てますね。モーリーさん。拍手。はい。はい、坂健さんとかねんんあ。ありがとうございます、はい。モーリーさんだ。体調は復活だたね。とかね。はい。いろいろ来ておりますが。 はい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 これツイッタでねもう88来てますけどわあすごいですね <laughs> はいそんな感じなんですがはいなんかねあの緊張しますね毎日ね毎日ね、はい、ラジオで喋ってらっしゃる方をゲストにお越しいただき、はい、僕が <laughs> えリードしておしゃべっちゃうみたいな <laughs> すごい緊張してますけどはい <laughs> お前本当に緊張してるかって感じなんですけどねいえいえ松田さんあの僕ら今 y o u t リーム映像映ってるじゃないですか、うん 色の対象がすごいですね。僕はね、めっちゃ焼けてますね。そうなんですよ。ね、ロッカーは日焼けしちゃダメなんですけどね。胸元の三角の部分にかけて白くなってってます。そうなんですよね。だからちょっとできるだけ裸で見ちゃうかなまあそんな感じなんですが、えじゃあね、あの DJ モーリーさんも。 え知らない方のために、まあ、ちょっとまあね、今日あのきょ DJ モーリーさんのこう、なんかこう、生い立ちみたいのをね、はい、ちょっと簡単に聞いて、まあ、どんな活動してるのかっていう、ちょっと流れで持っていきたいと思ってるんですが、はい、わかりました。はいあのまあ、えっ、ー、と、この出身ってどちらになるんですかね,えっとですね沖縄市に生まれて育って、うん、で現在はあの南城市住まいでございます。 はい南城市もねあちらまで通ってると通ってますああなるほどねなんか南城市に何かあったわけですねえっとねまああの二年前にちょっとこう結婚をして嫁のこの実家の近くでああなるほどね生活をしておりますああ南城市ねはいはははなるほどですねでもあっもともとやっぱ沖縄市だったんですねはいああそっかそっか あでもこう沖縄市でこう学校歩いて、はい、歩くっていうまた沖縄っぽい言い方ですよね。そうですね歩いて、まあ、小中高沖縄市で過ごしましてで35の時結婚して南城市って感じですね。なるほどね。であのあれですかこの,この,なんうの学生時代とかどう、はいう少年っていうか少年って言んですけどどういう。<laughs> 感じの方だったですね。ああ、えっとですね。自分客観的に見て僕あの小学校が野球で、あ、スポーツされてて、もう野球大好きで。うん。 で高校になるとバレー部に入ってみたいな野球からバレ,ーにバレーに変わっちゃったんですけど身長でかいから来いやみたいなそうなんですよよくあるパターンです、ね、でそれでまああのバレー部やってて副キャプテンやってたんですけど、うん、ただそんなに僕う僕喋るとか、うん、あの人前に出て何かやるタイプではなくて、うん、どちらかというとこう見てるタイプで華やかしてるのをこう、うん、ええって思ってるタイプだったんですけど、まあ、っ引っ込みじゃんではなくいや あどううだろうねう俺、俺みたいなじゃ,んじゃんじゃなくて<あ> <laughs> もう全然もう俺が俺がとか一切ないです、<あ>本当に。うん、でも、まあ、今のラジオの放送を見てても、はいあのー、とても落ち着いて放送されてますもんね。 そうですかね。だから、なんか俺、すごい見本にしたいなと思って。いや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 、いやあの、居酒屋ははの、香里さんということ方が。毎日メールして、るって、ちょっと。ありがとうございます。覚えてます。覚えてますよ。香里さん。はい。居酒屋は。はい。わかります。あの、あったら、言うって約束してたから。以前まで、あの、太極拳の漢方教室一緒だったんです。ああ、それで。なるほどね。 <laughs> 今日見てるかあ仕事かかもしれないき、ねね、そうです、ね、うん、ちょうどまた和お<た>の、まちゃたんの和、ー、おの,の方でで、うんうん、リスナーズ飲み会やってるみたいで、あ今日、うん、あなるほどね、はいはいはい、ちょっとあとでまた話をしておきますけど、バレエをされてて、はい、であのそれでこう大学行ったりとか、えっとまあ、それがちょっと大阪行って。 大阪に大阪ちょっとこうまあ自分探しの旅出かけてで自分が見つかったので沖縄に戻ってきて自分というかこれじゃなくてまあまあいいとねまあねこれと別れて沖縄に帰ってきましてとでそれからデザイン学校通ったんですよこっちのはい沖縄のデザイン学校通ってでそれからまあ就職をしてみたいなそんな感じですねラジオに携わるきっかけっていうのはえっとですね2004年なんですけど 2004年,2004年今から12年前ですかね2016 2016年かなぐらいですかねうん、うん、その時に、まあ、実はあのボクシングジムに通ってる時期がありまして実はマジすか24の時にねほ<う>でしれっとこう友達には内緒でプロテスト見に来てもらおうかなっていうプランで1年間やってたんですけどそんな時にこう、まあ、たまたま、うんえー、車走らせていたらコミュニティ放送局の、うんえー、ボランティア募集の 知らせがあったので、あちょっと面白そうだなっていうところがこう興味持って応募したところ、じゃボランティアから入ってくださいねっていうところでラジオにはまったんですよ。なるほど。もうこれは FM のあっちの沖縄の方で、FM 小座で小座で。あじゃあちょっと FM 小座で。そうですね。沖縄ラジオとかありますよね。はい。二来とかねあの沖縄しちゃたんっていうと。はい。そうなんだ。 そこからあの自分で要はコミュニティって面白いのがこの番組を時間枠で変えるじゃないですか <うん S 1> でそれでまあその当時働いていたお仕事とえ給料をそこから出してまあ電波料を払ってで番組をやるみたいな、うん。はあ、い、なるほどねじゃあもうやっぱりこう趣味みたいな感じですねお金出してやるってことはいやそうですねでも何も、うん、あその時まあ こんなにまあ、12年続いてるんですけど、うん、12年続くなんて思ってなかったですから、うん、なんかあのお父さん車の仕事してないんですあそうですそうですあまあこれはいいとして、はい、ですよね車さん車さんやってますですよね、はい、<laughs> 多分続いていくですね次々で、ね、じゃあちょっと見てみましょうねだだだだツイキャス行きます、はい、どこ変更行こうかな、えー、ディスカスさんピントスタイルを思い出す 最後、泣いてましたよね、泣いてなかった僕ですか、泣いてましたよ、泣いてましたよね、感動つったっていうか、もうぐわっと、切なくなって、聞いてるこっちも、本当に、いや、切なかったんですよ、そうですか、男が泣くってね、よっぽどですよ、いやもう自分も想定外ですよ、のまだか言えますけど、提供クレジットを呼んだ時で、ちょっとこう、ふにゃってなっちゃったんですよ。 これはもう自分でも全然わからないことでああ僕ねずっと聞いてたんで、はい、最初もわかるんですよ、はい、はじめほらだってやっとここで大きいところで放送できたみたいな <laughs> その気持ちをなんか言ってて <laughs>、はい、僕ずっとコミュニティでやっててですごい楽しそうで,で結局終わるときにあんな感じになってこっちまで泣きそうになっていや本当に、いに男がほ本当にラジオ好きだったんだなと思って <laughs> いやもうもちろんそうですよっってきてこへえ やっぱなんか,うか、うんなんかもらいなんとかをこう <laughs> 来ましたよもう本当に。あほうそうですか、うん、ええー、うしいですねやっぱりねあのラジオずっと聞いてる人がねパーソナリティがこう、うん、感情的に泣いたりすると、うん、聞いてる人も感情移入するんですよ。はい まあただそのあのいろいろリポーターとの中継もあったりとかしながらエンディングをかってたんですけどそのねリポーターの方がすごいマイペースの方で,、はい、でまあ僕のこうラストとはまあ知ってたと思うんですけども結構こうのんびりあのまあトークしてたので,でまああのそろそろ終わりだよっていうパスをしたところもう時間がなくなってしまって <laughs> で僕が最後に言った言葉っていうのが。 あ終わったっていうのが最後だったと思います。あれ、ポッドキャスト残らんから、あの番組はね。いや、でも楽しかったです、最後も含めて。カーナーって指摘が来ますよ。いや、もう違いますね。誰だったかなあの時ちょっとね、この番組ね、結構自由なんですよ。あ、そうですか。自由沖縄とか言っても大丈夫なんで。あ、なんだなんだなんだ。自由なワールドなんですよね。なるほど、なるほど。そうなんですよ。鉛のギボって、アゴちゃん来てるけど。アゴベルトだから。僕の本名ですね。 なまりのぎぼ。なまってるかな、大きな足のなまりってあります。いや、あの、僕はあると思います。はい、もう、あの、どんどん出てきてると思います。あ、なるほどね。はい。でも、いいじゃないですか。自分の差が出てて。あっ、きーだとかもね。あれ、わざとじゃねえかなと思ってるんですけど。あ、でも、今日もラジオ聞いてましたけど。わざとあれ。めっちゃ面白かったですね。笑いましたね。き、金曜日は、もう、あきのよね。はい。うん。 あ、え、じゃあラジオ局が聞いてるんだ。あも、ちろん聞いてますよ。はい、あのでもおかげでいろんな放送局を聴くなりましたなるほどね。はいはい。視野広がるっていう面もいいですよね。はい。あと1キロ減らすとか。はい。あのありますよね。はい。あのあれもまあき毎週聞いてますよ。あ、ありがとキルさんの曲でとかね。はい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 、そうなんですよね。 ちょっとツイキャスがなんかか来てるらマシャ、動きながらしゃべれてね、あのこれサファリスト J さん来てますけどね、<laughs> 音が聞こえないらしいんですよ <laughs> あ。あなるほど。うん、動きでちょっと表現してくれと。そうですよ。南とのゆるゆるトークは、<laughs> これ、漢字が違うね。<laughs> 南。あ、そうですね。ひフふみさん、正しいですね。美男会って呼んでます、僕す、<laughs> 美南海って <laughs> 漢字で変換するときにね <laughs>。<laughs> はい、そんな感じなんですが。えっ、ー、と。 まあ、とりあえずね、あのまあ森さん、今後ね、はいあの、なんかこう、自分はこう,こうしていきたいっていうのがなんかお聞きしたいんですけど、パーソナリティとしてとか、そうですね、あのまあ、あの沖縄市 FM 小座の方では、番組をこう、えー、ディレクションしながら、うん、毎日、日帰りのアシスタント迎えてるっていう、うんまあ、メインでやっているんですけど、うん で喋るだけではなくてこ番組の企画だったり構成だったりとか、うんまあ、あと営業も含めて全部こう自分でやってで後々、それをこう誰かにこうパスをしたりとかで、まあ、僕みたいな感じで素人素,素人から始めて、うん、で,でも本当喋りたいんだけどなかなかそういう場所にたどり着けないとかっていう人をちょっとこう、まあ、席をこうパスで譲って。うん でなんかいいところをね、うん、出していけるようなそんなお仕事ができたらいいなと思ってますね。マジっすか。はい。今日なんかめっちゃいい話聞きましたね。いなんかすごいいいこと考えてるなと思って。まあ俺の質問が良かったのかなみたいな。<laughs> <laughs> いや本当、ね、<laughs> なんか。 すごいなんかいいなと思っていやこんな話聞けないしなかなかあそうですか、うんはい、いや俺の質問が良かったからこう引き出せたんだね <laughs> 2回言いますかそうなんだあそすごいなんかあの応援したくなりましたよ僕あそうですか、うんはい、とってもなんかいい人だなと思っていなんかあの、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、そんなにこう表に まあ、ワンカラワンカラで出るタイプじゃないんですよ、実は。うん、んなんか縁の下の力持ちって感じがしますよね、今の話から聞いても。その方がちょっと自分もあのアイデア出しとかしてる方が楽しいので、やっぱり僕はもう、人の前でどんどん喋りたいんですけどね。<laughs> 人って面白いですねいや、だから、違うんすね、だから成り立つんですよ。なるほど。みんな、毛利さんが成り立たんも、みんな引っ込みんなんじゃな <laughs> そうなんですよ。だこれからあの旧本とかあるじゃないですか、うん、で親戚もあれとかありますよね、うん、僕、ほとんど喋らないんですよ。その 家族親戚の中でも<ー>僕もおとなしいですよ実はえう、ー、そ絶,絶対喋ってるの僕も結構喋らないんですよ <laughs> そうですか、うん、だからギャップがあってゲストに呼ばれても喋らんから怒ってるの<ー>とか言われていやいや俺いつもこうなんですって <laughs> そうなんですあんま喋らないんです本当は<ー>今はもうゃ喋らないゃいけないからどんどん喋ってるんですけどねあチンが入りました <laughs> さあそれでは <laughs> そろそろ、えー、メールの時間ですね、はい、メールの時間にいきたいと思います いや、もうなんか久しぶりに帰ってきたから、なんかちょっと。あ、そうですか。やっぱり、やっぱりいつもやってるやつがいないと調子くるんですよね。<ー> <laughs> そうなんですよ。今のチームもね、ほぼ無表情でしたけどね。そうなんですよ。無表情でやってくれればいいんですね。<laughs> これ。<laughs> 感情が入るとダメなんですよ。<laughs> なるほど。機械的にやることが大事ですね。はい。えっ、ー、とね、今日ね、なんかモーリーさんになんかね、えっ、ー、と、メッセージが来てたね。えー、どこだ。<laughs> この無駄な時間が流れてまうっていうね。この 無駄な時間がね、恐ろしいんですね。えー、あ、これ違うので見てるこっちで見ないと、ね、続きにならないんですよね。トントントン。この辺かな。この辺か。DJ 毛利さんへ。はい、えー。ラジオネーム名古屋の恩犬派ダンサーズです。お、ダンさんさん。はい。はい、DJ 毛利さんへ。 先,先日はフリムーンラジオのご出演ありがとうございました。はいいありがとうございましたまたお時間がございましたら、ぜひゲスト出演お願いいたします。はいそれとお時間があるときに FM 小杉、お邪魔しても大丈夫ですかあも,うも,うもう全然いつでも大丈夫です。いろいろと人生のことについて語らせ,られ語らせていただければと思いました。えっと その時は滑り王子マスクマンも同行させますよ、かっこ少し笑いって書いてますね。<laughs> 滑り王子ママスクマン、うん、誰ですかねあのいつも名古屋からねあの中継してもらってる方なんですけどね、えー、中継入ってなかったですか、その時あ入ってました、入ってました。ね、マスクマンさんね、ちょっと僕もお会いしたいんですけど、なるほどちょっとマニアックな感じがしますね。うん、いつもなんか人を笑わせようとして一生懸命になり、滑るみたいな。<laughs> <laughs> 僕はまず、まずあれですよ僕は笑わせようとしてるんですよ。はい、真面目にやろうとしてるだけですね。 でなぜか笑いになるっていうね。えー、いや、もうお笑いって言われてるんですけど、僕お笑いじゃないですね。えっ、ー、とね、ちょ,ちょっと待っよ。じゃあね、今日は。ちょっとメール読みますね。はい。えー マシャさん、こんばんは。埼玉の蜂蜜一家です。8日月曜日、駆けつけていただいたマシャさんのロッカー魂には、敬服いたしました。無理やり行ったんですよ。オンダソンまで。ビーチが。ホテルが。あそこまで行ったんですよ。遠かった。さて、あ、もっと話したかったって言ってますね。とてもいい方でした、本当。えューティー、ながりでね。あ、なるほど。デューティーの力すごいですね。さて、今回のテーマ、孤独です。 難しいテーマですねその時の心の持ちよう、感じ方で孤独でもあり孤独でもないしと思いますよ孤立になると意味合いが変わってくるので孤独ではないですよねではではと安心やということでね、うん、埼玉の方ですが、えー、方言を使ってくるというところでね大きな愛が感じられますが、まあ、森さん、どうですかね孤独ですか。うんはい なんかえー、そうですねまあフリーの仕事なのでこう孤,独孤独かもしれないですねそういう意味ではあの所属しているとかだったら、まあ、先輩後輩がいたりとかしますけどフリーランスなので、まあ、まあマネージャーもちろんいるわけでもないし自分で営業行ったりとかもするのでる、ね、精神がちょっとこうなんか萎える時あるじゃないですかあかんみたいな、はい、それどうやって元気づけてます コツとかあればえーとどうだろうまあでもやっぱりユンタクじゃないですかあのいろんな人と話したりとかアウトプットすると何でもない時にはいそうすると多分すごい楽になりますねなるほどねはい確か血液型 B 型ですよね僕ですか O 型です僕なんですか間違えてるしみたいななるほどねはいそっかそっか僕は A 型ですねあそうですかああそうなんですよそっかそっかなるほどねやっぱなんかいいですねなんかね。 お話ししてなんかこういろいろちょっと分かってきたなって感じなんですけどじゃあ次のメールいきますね、はい、ええー、オーライマシャラジオネームディスカスだよ早速テーマ「孤独」今は孤独を感じない環境にいるからなんだけどその前に東京で20年一人暮らしだったから、うん、あの頃で孤独は何とも思わなくなったわかっこ笑いここから読まなくていいって書いてあるけどねなんだこれえマシャ個人あってお盆前に海に行ったらちゃんと行く ちゃんと <laughs> 盛り上げて <laughs> これ読まなくていいかなこれ <laughs> これ今 BG 曲がったのはどういうことですか <laughs> 彼がいつも頑張りしてくるわけです読まんでいいかなみたいなすごいですねこれねこのギリギリの掛け合いがあるんですよ <laughs> 危険なギリギリの掛け合いが空気を読みながらやっていくみたいな二人で,じ,でじゃあ,あのディスカーさんまた送ってね <laughs> はい じゃ次はねこれ読んでもらいましょうかね女性からのメールですね。これこれ行きますか。あ僕いいですか。はい。ん読んでください。はいえー、オーレンマシャさんこんばんは。えーうん、ミスソニコミマシャワールドスキーです。<laughs> テーマ孤独。うん、えー、私小さい頃は孤独を愛する少女でしたよ。うん、みんなで何かをするよりも一人で絵を描いたり一人で過ごすことが落ち着く。うんうんうん え落ち着くくらいだったなとでも最近は孤独は苦手ですね一人でランチを食べなきゃいけない時とかは苦痛ですねいつから変わったのか分かりませんがしかも今はスマホがあって LINE などの SNS があるからたとえ一人でいても孤独は感じませんね、えー、便利な時代なのか何なのか分かりませんがたまにはいい景色を見ながら一人で昏れるのもやった方がいいのかな麻生、うん、さんは海を見ながら黄昏れたりしますか、うん、ということでいただきましたなるほどね、はい、実にいい質問だうん ちょっと音を小ささくでくださいマシャも一人で黄昏れたりします。はい、ありがとう <laughs> <laughs>。ギャラリー全然笑ってないんですけど。えー、いや、いいんですよ。男だけなんでもう。男はもう男祭りなんですよ、こ <laughs> の番組は。そうな,なんですけど <laughs>、まあ。どうですかね。これちょっと僕、ね、そのメール、思ったんですけど、はいはい、やっぱり人とこう。 なんかたくさんで喜びを分かち合うってことを知らなかった人がそれを知ったっていう、うん、そ,れそれで今は寂しいってことになってるんじゃないですかね人とのつながりって大事だなみたいな、うんうん、僕もそういうとこあるかもしれませんあそうですか <laughs> じゃあ一人でこう、ま、チャタンの最近はないかなでもなんかないかな最近は昨日一応行きましたけど行けって言われて夕日撮影してこいみたいな <laughs> いやーでも夕日撮影しに行ってついでに追加する放送して帰るっていうねへえ<ー>、うんまあ、僕の話はいいんですけど <laughs> そんな感じなんですけどねあのどうですかね一人になるとき大体いやでも僕本当にあの沖縄市から南城市のいえば車移動なので毎日多分60キロ近くはこの車で移動してるんですよ <laughs> すですその距離っていうのはもう一人なので常にそっかそっか、うん、なるほどねちょっとじゃあ なんかあれだな、暗いメールが来てるな。<laughs> マジャさん、ギャラに行ってる皆様、技能スタッフの皆様、DJ マシャワールドのコーの皆様、百合い、東京から世田谷のコーラゼロです。よろしくお願いします。さて、孤独と来てますけど、えーっと、うーんと、なんかあれだな,な、暗いメールが書かれてるな <laughs>。どうしようかな <laughs>。まあ、なんだなんだ、えーっと、元気がまあないときに、ネットを見ないで、なんかこう、眠って、 くだらない逆を考えて、えー、とリセットするみたいなことが書かれてますね。コーラゼロさんありがとうございます、うん、全部読まなかったんだけどうーんそうか、まあ、いろんな、ね、人ってあり,ありますもんね、うん、ね例えばほらモーリーさんのラジオを見たりとかね、はい、僕のラジオを見て元気を出してくれればなみたいなね、いつかあの DJ モーリーさんが企画したものに僕を出してください。 いやもう全然あの僕が担当した番組であれば全然なんか来ていただければよければ使ってくださいね。アップルポンさん、モーリーさんの声落ち着くねえ、マシャさんの声落ち着かねえとおいみたいな、おいよ。俺の声が落ち着かないのかい音消えたでお音消えたでやっぱうまいのよ。いつもちょっと彼がやってくれる人、これやってくれないから。彼はうまいのよ。の人生相談なんかある さすが何もやらないといい仕事してくれる本当に。<laughs> <laughs> 決めてこなくても勝手に決めてくれるね、<laughs> あの <laughs> 広きね <laughs> さあ。それではですね、往、え、来、ー、人生相談のコーナーがね、えっと、始まりますね。でちょっとね、あのちょっと軽く着替えますけどね、放送中に着替えるってね、またうまい曲を探して着やがったな。<laughs> 着替えるんですね、これ。着替えますね。<laughs> えー えー、皆さんこんばんは、えー、DJ マシャです、キャラ設定がね全然決まってないんだけど、今日もあの先々週なんてさ、声がもう分かんないって,ってさ、き今日当たってるから、本当、いや、DJ モーリス、はじめまして、マシャ D です、ガチャ <laughs>、えー。ちょっとね、えー、困ってるようなんですけどね、大丈夫だから怖くないからね、<laughs> はい、あのー、き、ね、今日ね、ちょっとあのゲストでちょっと呼ばれちゃったんだけど、はい、あのーまあ、マシャ D ってことでね、うんえー、あのね、今日ちょっと、あのー、 質問いいただいてますね、はい、あの人生相談ってことでね、あのまあ、こうやってぐだぐだ喋ってら、ね、もう時間終わっちゃうっていうオチちになっちゃったらもうお,お,お客さんから嫌われちゃったら大変だからさ、えー、じゃあこれいこうかな。オーライー人生相談、キャラが確立されてないマシャ・ディ・コマはみそ2コミスキーです。ぜひ相談させてください、えー。今日は友人と会ったのですが、友人の会社がかなり変わっているらしく悩んでいて、今日は友人の会社の愚痴を7時間聞きました。うん、あ、すごいね。 えいい人じゃんえで何しかし、きっとスト,ス,、ま、ストレスがまたすぐたまると言っています。7時間愚痴を聞いても、ストレスを完全解消できない友人によきアドバイスをしたいんですがどです、ねうんうん、どうしたらよるでしょうか。マジャ・ D の率直なアドバイスをお願いします。なるほどね、分かりました。森さん、はいこれ、どうしますか相談何でしたっけ7時,7時間聞いてもどうにもならん相談たいな え7時間相談しても解決しないってことですか、うんうん、そ,うそうそう、だからただもう聞くだけで終わっちゃったのでね。<ー>でもう俺にどうにかしてくれって、もう、わをつかむような思いで来ちゃったっていうことなりなるほどなるほど。本当、うんうん、にもう大変だな、本当に。かわいそうに。じゃあね、これね、ズバリお答えしますね、はいえー。DJ マシャワールドに直接、えー、メールをください。<laughs> 電話でもいいしね。僕は電話で答えます。大丈夫ですかね、これで。 いやーこれ僕がどうにかしてあげたいな、本当、電話来たらどうしようかな <laughs> や、やりますよ、ちゃんとやりますよ、あのどうにかね、ちょっと答えたい、やっぱりね、7時間だったらね、ちょっと解決に向かうちょっと方向のねあのやり方があると思うんで、ただもう聞いてるだけになっちゃうんでしょうね、大変に。ここうあの7時間も話をするってことは、うん 聞いいいてほしんじゃないですか結局はねだから結局どっちこっちがどうしようと思っても、うん、本当にこれ意味で解決するかどうか分かんないよねうん、うん、解決なんだか人生相談になってねえなまあいいや次いくぜ、えー、この暑い時期にわざわざカーディガンを肩から垂,れ垂らしているマチャ,マチャコ D さんをつラジオネーム名古屋のスプラッシュダンサーズですマチャコ D さんに相談したいことがあります半月前から風邪をひいてしまい 声が出ににくい状況になってます夏風邪は治りにくいと言われてますが早く治すにはどうしたらいいのですがよく噛むんだけどね教えて腸炎の梅酒って来てますけどうーんなるほどね夏風邪をひいてしまったダンサーズさんこれどうしますかね <laughs> もう全然聞いてるし俺 <laughs> 質問何でしたっけあの、まあ、要は夏風邪ひいて声が出にくいと風邪ひかんためにはどうすりゃいいんやって話なすね <laughs> なるほどなるほどえ,ー、えーっとそうですねあのー 僕はですね、エゴマ油を飲んでますね。何リッターぐらい飲めばえっと、スプーン一杯だ。スプン一杯大丈夫。はい。オリーブ油じゃダメあ、まあ、オリーブではなくて、エゴマ油の方ですね。これ、エゴマ油ってどこに売ってるんですかあ、あの、ドラッグなんとか的なところとか。マジですか僕も買いに行きます。はい。えっとね、じゃあね、エゴマ油を大さじ1杯ぐらいですね。ぐらい飲むと。はい。で、まあ、僕はね、 あの結にんにくを食ってますへえ<ー>100円ショップに売ってるにんにくあるんですけど100円ショップにあれにンニくにんしないんですよえ<ー>あれを食ってますねあそうですかはいあの僕風邪ひかなくなるコツはあんまりクーラーに当たらないと、うん、やっぱあの免疫力をどう上げるかってことにね<ー>、えー、こだわってますねなんかあの、うん、ちゃんとぶった切れて,ってきてますね <laughs> これちょっとかわいそすぎてみんなぶった切れません <laughs> あっちからぶった切れってきてるけど <laughs>、真面目に答えちゃう俺優しいね。カチャてみたいな <laughs>。優しいんだな、俺な <laughs>。横からのコメントがおかしくて笑っちゃうよ <laughs>。で、俺笑いすぎて塩振っちゃうしよ。ほんと、まあいいか。俺何言ったか分かんないから、今日もね。はい、そんな感じで次行くぜ <laughs>。<でも笑>どこにあるかよく分かんないところメールよ <laughs>。本当に <laughs>。えっと、大丈夫か。また来てくれよな。 モーリーさんよえもう帰るんですか<僕>いやまだえさないけど <laughs>、うん、今日もう朝まであるからな <laughs> ちょっとひくみさんからモーリー叩けってきていやかざい,いたらあかんで、ね、<laughs> ほんまおまああかんで、ね、誰かメール来てるで誰これ行くでー DJ 松田さんスタッフの皆さん大阪のさんシロです 今悩んでるのは沖縄は上ですどこに住,えば住めばよいのでしょうか、うん、のんびりと気を使わなく良い場所を教えてください、うん、良い相手も紹介してくださいって聞いてますけどね<ー>、えーまあ、ついでに僕もあの大阪弁でちょっと喋ってみましたけどうん,うーんそうやなこれめっちゃ真剣な悩みやからぶったけるわけにいかんなあのどうですかね沖縄ってどこが住みやすい感じします読みたんとか 汚かいいのかないなっってちょっと思いましたるほどね、うん、なんかあまりにも正論すぎて、もう、<laughs> えー、っと、<laughs> <laughs> 俺何やこれ <laughs>、えー、机の下から足蹴って、えー、マイクで殴って、あか,<れ>あかんやろ、あかん、あかん、これ、志郎さんの真面目な答えへんとはいかんやん、これ。<laughs> ちゃったんじゃなくて、えーっと読みたーんとか、汚くいいんじゃないですか。なるほどね、はい ちょっと静かなところがいいというところでね、じゃあ那覇とかはそういうちょっと技能ワングラス人がいっぱいおるから、まずはなるほどね海が近いところいいかもしれませんね。いいかもしれませんね。もしかしたらね。あの、ひいふみさん、修里がいいねってきてますね。趣里か。あと問題、仕事だな。仕事どうしようかな、森さんよ。これ、やっぱ男、やっぱ仕事しないとさ、あかんからね、このカーディガ熱いわ、ほんま。 ほんとね、あとね、えー、と良い相手も紹介してくださいって書いてますけどね、はい、うん、どうしよう、これ。いや、もうギャラリーもたくさんいるんじゃないですか、そうね、うん、あのー、コンパをね、開催しましょう、<laughs> コンパを、<laughs> どうにかね、えー、そうやな、これ、えー、おばんです的なねマシャさん、こんばんは、北海道の純ちゃんです、昨日からずっと飲んでます、孤独、孤独、感じたことないです、じゃ、待ったやーってことでね。うん めっちゃ、北海道から来ました <laughs>。すごいですねー。明るいね。んちゃん、なんかね、いつもビール飲んでるあの写真しか見たことないのね。チンきた。チンきた。チンた,チンたじゃあね、えー、ま、寂しいけどさ、はい、帰らんでね、分かりました,ました次あの俺の歌を無理で聴かされるコーナー。あ、なるほど、なるほど。男にも縁起のなく弾くからよ。はい、<laughs> <laughs> じゃあ CM <laughs>。

さあ、こうとか言ってりしてますけど、<laughs> さあ、今日はですねうは、えー、この曲をお送りしたいと思うんですがえ、歌詞がね、ないですね。どこ行ったんだろう <laughs> 歌詞がなくなった。あれ歌詞がね、んんあゃたあった、これ、これ、こう。じゃあね、えー、今日はですね、はちみつ一家さんからリクエストいただきました、えー、清水健太,郎健太郎さんのあのヒット曲を送ります。どうやら曲は角田博さんが え作った曲らしいですね。さあそれではいきます。モ、えーリさん、頑張って聴いていてください。わかりました、はい。男にはいろんな出会い、別れがある。そんな失恋した、えー、そんなみんなに送りたい失恋レストラン。悲しげだ。 日を「涙拭くハンカチもあるし」「愛が壊れた君の心を優しく包む椅子もある」「ぽっかり吐いた胸の奥に詰め込む虫を食べさせる」 られて「笑いを忘れた道化師が」「すがる失恋レストラン」「もう驚けることもない」今 「君の心を優しく包む椅子もある」「みんな帰ったその後で強がり言ってたその俺は」 「ねえマスターラストオーダーは失恋までのふり」 ありがとうセンレストランでした <laughs> さあ、えー、続きまして曲のねあのあれ短くしたんですよねちょっといつも押しちゃうんでショートバージョンですがショートバージョンにしたぐらいがねいいぐらいですねじゃあそれではハッピーバースデーのコーラーですね <laughs> オーライカモンベイベー誕生日っていうコーナーにしましたねその前まであのシニウスサウスハッピーバースデーっていうねリューティーをパクったあの,あ,のあれにしててね 苦情が来ましたね、とうとう。<laughs> 本格的に苦情が来たんで、ええ。そろそろもう考えてみました。負けるな。いや、もう負けたほうがいい、負けたほうがいい負けたほうえ,負けたいいえじゃあね、今日はね、合体さんさんからね、旧姓、岸本みずゆさんのハッピーバースデーです。大和にとついで20年、まちゃさん寂しいよって来ってますね <laughs>。はい。なるほどね。さあ、次は誰かな。

カモンベイビー誕生日やって。早く来てからにかけばいいじゃん。ね、マチャコさん <laughs>、ねえー。メタルダンサーズさんから来てますね。カモンベイビー誕生日、滑り<お>王子こと名古屋のマスクマンが8月8日に誕生日を迎えました。マチャコさんとのコラボセッションができることを楽しみにしています。と来てますね。はい、僕も楽しみにしていますよ。んそれとなん、なんだ ?FM? コザのメグタンっているあ、ああいますよ。メグタンがね。はいはい、AKB さんがね。 いつだったっけメグタンが誕生日とか来てましたね。はい、じゃあもう名前はね、今言ったんでもう演奏中は言いません。はい、それでは一緒に歌いましょう。ハッピーバースデートゥー。ハーバースデハッピーバースデートゥユー。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  ほら、カモンベイベー。作った。<laughs> よし、今日作ったよ。はい,やい,やいや。いやいや、もう無理です。いや、無理です。作った。うっさ、うっさ、うっさって言ったら、大変なことになるからね。やりそう危ない、危ない、危ない。いやー、じゃあ、それではね、ええー、今日いい時間だね。エンディングきました。さあ。森さん。はい。エンディングです。早いですね。はい。うんいやー、遠い。 昨日 <laughs> までね <laughs>。ありがとうございます。あの奥さんと子供さんにもね。 楽ししかかかかったたとお伝えくださいわりま何告知なんあればそうですね、もしよければですけれども、FM コザの方で毎週月曜日から金曜日、夕方4時、6時の2時間で生放送、アジラジという番組担当していますので、お笑い芸人だったり、フリーのアナウンサーだったりとか、いろんな方がアシスタントついてる番組で、結構99%ぐらいの確率でメール採用されますので、またこのマシャワールド聞いて皆さんも。 一通二通ねメッセージ送ってくれたら嬉しいですツイカスも楽しいですはいよろしくお願いしますあツイカスでね森坂なんかボーっとする瞬間がね超好きなんですねあそこの冬宙が好きなんですよボーっと知る時にツイカスピッと書くのがね僕大好きなんですねもう魂抜けてますからね放送中い。結構距離が近いんですよねあ、そうですねあっちね。うんうん。ょっと距離開ければいいよねもうこカ顔ドーン出てるからはい そうなんですよいや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 、いや今日は本当ね、あのー、緊張しました。あそうですかやっぱり、ずっとプロを相手に挑むみたいな、<laughs> 挑むというか、あれなんですけど、まあ、僕なりにね、あのー、今日はあのーまあ、頑張って一応、もてなしたつもりでございます。ままたたたねよかったらディジマシャルドに 来てもらえればと思いますね。はいはい。アジク楽しみを聞きようなって感 <laughs> はいもモリさんじゃないよこれ書いてるのね。<laughs> はいヒロキが書いてるからね。さあ残り残り一分。日付変わ、はい、さあね。はいはいはい。何喋ろ。<laughs> <laughs> え提供で書いてないもん今日。<laughs> はいあのー、飲食業やるんであのー、面白いことやりますんで。はい。 食べに来てねみたいなああいいですねはいちょっと面白いものやるんで沖縄のどこにもない食べ物は面白しいのよりも美味しいのがいいなで美味しい毎日研究してますからね <laughs> ファーストフードですけど、うん、はいはいアップルポンさん今日はモーリーさんの笑顔がたくさん見れたうっさうっさうッサ,ッサ,ッサーってことでねはいはちみつ一家さんお疲れ様でしたーって聞いてますねえギャラは1万というのはよくありません <laughs> 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 リアルですねこれ原沢の2回戦が始まろうって書いてます、ね、あたっこれあオリンピックだな、はい、オリンピック見えてるかなこれ 続きはこっちってことでね、あの今からね、裏 DJ マションルードちょっとだけ放送しますね。はい。じゃあ、それでは DJ マションルードまた来週ー、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。 やっぱりリンキさんはあの日の木がいると調子が狂うなよしどうぞボタンを押さねばならないお疲れさですボタン押さねばならなみんなもうバイブいいあちょっとあの残りあっちで読むからなまたやたいまたやたいこっちこっち